ボーカロイドで遊ぼう。ご覧いただきまして、どうもありがとうございます。講師をさせていただきます。小泉です。第1回から第3回の動画では、カエルの合唱のメロディーをボーカロイドエディターに打ち込んで、ボーカロイドの基本的な使い方を体験していただきました。第4回からは少しステップアップします。ボーカロイド6のデモソングのデータを使って、カラオケ、オフボーカル音源に合わせて、ボーカロイドが歌う、ボーカロイドに歌わせてみた。 を作っていきましょう。第4回の動画ではカラオケ音源の読み込みと音量と音質の調整方法を説明していきます。一緒にやっていきましょう。制作を始める前に動画で使用するデータをダウンロードしておきましょう。カラオケのデータとボーカロイドのデータがボーカロイド公式ウェブサイトに掲載されています。 説明欄にあるリンクからダウンロードしておいてください。ファイルは圧縮されていますので回答してデスクトップなどのわかりやすい場所に置いておきましょう。それではボーカロイドを起動しニュープロジェクトを選択して新しいプロジェクトを作成します。カラオケ音源を作成したプロジェクトの中に読み込みます。音楽制作ソフトウェアでは 読み込み込のこととをインポートと読んでいます。保存してあるカラオケファイルをボーカロイド6エディターにドラッグアンドドロップしましょうトラックが自動的に作成されてカラオケのファイルがインポートされましたプロジェクトの先頭とカラオケファイルの先頭がずれている場合は先頭の位置を合わせてくださいインポートしたカラオケのファイルをつかんで前に移動させます インポートと位置合わせができたら再生して音が出るか確認しましょう。音が聞こえたら無事にインポートできています。続いて、ボーカロイドの打ち込み済みデータを含んだプロジェクトファイルをインポートしましょう。ボーカロイドエディターのプロジェクトファイルは VPR 形式というファイルです。 VPR ファイルはファイルメニューを使ってインポートしてみましょう。左上のファイルメニューからインポートを選択してください。ダウンロードしたファイルの中にボーカロイド6 JPOP demo というファイルがあります。これを選択して開くを選択しましょう。するとテンポと表紙をインポートしますかというウィンドウが表示されます。 はいを選択してください。テンポとは曲の速さのことです。そして表紙とは3拍子や4拍子といった曲の最小単位の決まりごとです。今回使用するデモのデータにはこれらのテンポ、表紙の情報も入っていますので一緒にインポートしましょう。無事にインポートできるとメインボーカル、コーラス、ハモリ1、ハモリ2、4つのトラックが表示されます。またテンポトラックに 175という数字が表示されます。175というのはこの曲のテンポのことです。一番上のボーカロイド AI というトラックはプロジェクトを作った時に自動的に作成されているトラックです。使用しませんので削除しておきましょう。トラックを選択して色を反転させます。この状態でトラック名付近で右クリックしてメニューを表示しましょう。メニューから削除を選択することでトラックを削除することができます。 削除できました。続いては音量調整の方法を覚えましょう。ボーカロイドを含めパソコンを使用した音楽制作では音が歪まないようにすることがとても重要です。音が大きすぎることをレベルオーバーと言います。レベルオーバーになると出力音が歪んで聞きにくい音になってしまいます。レベルオーバーを防ぐために出力される音を監視できるようにしましょう。音量の監視や調整には ミキサーという表示を使用します。右上のアイコンからミキサーを選択しましょう。ミキサー画面が開いたらプロジェクトを再生してみましょう。この時ミキサー画面右端のメインという列にある縦長のメーターに注目してください。メーター上部に赤い点が点灯している場合はレベルオーバーです。再生してみましょう。 メーターが赤く点灯しないようにカラオケ及びメインボーカルのトラックの音量を下げてください。各トラックのフェーダーという操作詞を下げることで音量を下げることができます。本プロジェクトではカラオケの音量が大きめなのでカラオケトラックの音量を下げてみましょう。フェーダーの下の数字がマイナス11くらいまで下げてみましょう。フェーダーを下げたら再生してみましょう。 メイントラックのメーターが赤くならなければ調整完了です。今後の制作では常にメインのメーターが赤くならないように気をつけましょう。目安としては、最も音量が大きい時にメインのメーターが黄色の範囲で触れるくらいに調整すると良いでしょう。メイントラックのメーターはミキサー画面以外の場所でも確認できます。トラック画面のメインのトラックの縦幅を広げることで、メイントラックのメーターを確認しやすくなります。 しいカラオケとメインボーカルのトラックについて調整をしました他のトラックも再生してみましょうミキサー画面の各トラックの下に「M」「S」「R」というボタンが並んでいますこれらのボタンはそれぞれ「M」は「ミュート」「S」は「ソロ」「R」は「レコード」の頭文字です M が点灯した状態ではトラックの音が再生されません。コーラスハモリ1ハモリ2のトラックの M ボタンを押してミュート状態を解除しましょう。画面上部の各トラックにある M ボタンも同じ役割です。再生してみましょう。 再生するとメインボーカルを追いかけるコーラスのパートとハモリの声が聞こえるようになりました。再生される音の数が増えると全体の音量が上がりレベルオーバーしやすくなります。改めてメインのメーターを確認し必要であれば各トラックの音量を下げましょう。最後に音の左右の位置を調整してみましょう。ヘッドホンやスピーカーは左右2本でセットになっていて 左右の間のどの位置から音を出すかを決めることができます。左右位置を調節するパラメーターはパンと呼びます。ミキサー画面ではフェーダーやメーターの上にある操作子がパンです。メインボーカルのトラックのパンを再生しながら左右に動かしてみましょう。 ボーカルは真ん中から音が出ているのが一般的です。メインボーカルのトラックは C という表示が出るようにしておいてください。C はセンターのことで左右位置を中央にするという意味です。ボーカル以外のトラックのパンを C 以外の位置にしてみましょう。コーラスはマイナス50、ハモリ1とハモリ2はそれぞれ25、50に設定してみましょう。 プラス側の数値が右側、マイナスの数値が左側となっています。再生するとメインボーカルは中央に左からコーラス、右からハモリが聞こえてくるはずです。再生してみましょう。眩しいほど このように音量や左右位置を調整して作品を仕上げていきます。次の動画ではコーラスやハモリパートを複製してさらに豪華な音になるように調整します。ボーカロイド6の機能を使って音楽が仕上がっていく楽しさを体験してください。どなたでも楽曲をアレンジしていく楽しさを体験していただけますのでぜひ次の動画もご覧ください。それではまたお会いしましょう。